2023WBC オーストラリア戦、大谷選手が1回の攻撃で素晴らしいホームランを放ちました。そのボールを掴んだ女性が周りのファンにボールを渡すと、各自がスマホで撮影してから次の人に手渡す形でリレーされました。このようにして多くのファンが歴史的瞬間を共有しました。その後、そのボールは持ち主の元へ戻りました。この光景はテレビ中継されただけでなく、 FOX スポーツの公式ツイッターでも映像が掲載されました。そしてその映像はリツイートされ、 YouTube や TikTok などで話題になり、多くの人がその光景を称賛しました。さらにこの映像は韓国の YouTube チャンネルにもアップされました。それを見た韓国人はどんな反応を見せたのでしょうか。WBC가 한창 진행 중이죠. 도쿄돔에서 호주 상대로 깔끔하게 홈런을 날렸던 오타니 쇼헤이. 공이 날아갔는데 특이한 광경이 벌어집니다. 홈런볼을 잡았던 여성이 옆 사람들에게 사진을 찍으라고 넘겨주고, 이 사람들도 자기 옆 사람에게 넘겨줍니다. 충분히 사람들의 앨범에 담긴 후 원래 주인한테까지 깔끔하게 돌아왔죠.